赤坂ビズタワーは東京都港区赤坂5丁目にある超高層ビルである。東京放送主導の TBS 赤坂5丁目開発計画によって赤坂に誕生した赤坂坂洲の一角をなす。高さ179.3メートル、地上39階、地下3階で延べ床面積186,866平方メートルの規模を持ち、 赤坂サカスプロジェクトのプロジェクトマネージメントを行った三井不動産が土地建物所有者である東京放送から一括で沈借しプロパティマネジメント業務も受託している民間都市再生事業計画認定事業2008年1月31日に竣工し2月下旬からオフィステナントが入居を開始3月6日に 商業施設がオープンし、赤坂サカスのグランドオープンに先立ち、フルオープンした。地下1階から3階までは、商業施設、赤坂ビズタワーショップスダイニングで、ファサードにライムストーンを張り、石造りの街をイメージした。開業時には、地元の老舗飲食店など46店舗が、テナントとして入った。4階から上は賃貸オフィスフロアで、当初は38階を、 将来の拡張に備えて賃貸していなかったが、2014年現在は、貸し室としている。タワー東側に、オフィスのエントランスと3層吹き抜けのオフィスロビーを配置。一次通りから15メートルセットバックした、アプローチ部分をベンチのあるオープンな広場とした。また各フロア南側2カ所に、共22平方メートルの休憩スペース、スカイビューラウンジを設け、ほぼ満室で開業した。 ありがとうございます。